Thank you.
デッドマン、よかった、あんたとは繋がったようだ。どこにいる？さっぱりわからない。兵隊や戦士も見た。おそらく一世紀以上前の第二次大戦当時のものだ。サム、兵隊を連れた男は見たか？いや。あんたが言っていた男だ。あれはおそらく BB を狙っていたウォーリア。帰る鍵を握ってる男か？わからない。俺だってまだ二度目なんだ。BB なしでは奴らの場所もわからない。 BB ならここにいるぞ。治療も終わったあんたに渡せる。どこかで落ち合おう。あんたがいる場所に何か目印は？地下の水道の中だ。待ってくれ。天井の穴から塔が見える。ああそうだ、この真上に四角い塔がある。わかった、塔の下の地下水道の中だな。そこで待てるか？もちろんだ、一歩も動かない。一つ伝えなければいけないことがある。なんだサム？言いにくいことなんだが、あのウォーリアは BB を狙っている。だから考えてみろ、あいつらの目的はその BB なんだ。大変だ、早くここに来てくれ。狙いは俺じゃない。くれぐれも BB と接続するなよ。奴らに位置を知られる。なんだって？赤ちゃん嫌いならしないだろうが。さっき恐怖のあまり BB と繋いだ。接続は切っておけ。今切った。やつらに渡すなよ。約束はできない。やつらが来たら BB を放って逃げるかも。
もしそうなっても俺を恨まないでくれ。分かった、通信を切るぞ。サム、俺はこの通り一人者だ。妻も子供も友達もいない。だからこそ俺は死者に興味を持ったんだ。俺のこの体の 70% は死者の臓器でできている。ただあんたとは何かを感じる。特別な何かだ、サム。
機能は回復しているはずだ。貸してみろ。そうかそうか。戦死者たちの無念が宿る特殊なビーチなのかもな。長居は無用だ。見直したよ。BB を離さなかったな。まあ大事な装備だからな。どうだ記憶の方は。そうか。ここにいろ。あの男との記憶は残ってるらしい。奴を倒す。そうすれば出られるはずだ。ああそうだサム、あんたがそいつを大切にする気持ちが分かった気がする。あ、こいつは装備だ。生きることも死ぬことも許されない。でも俺たちはこいつと確かにつながってるんだ。装備じゃない、こいつはルーだ。ルーね、いい名前だな。